はい、どうも、せいチャンネルです。今回はうちのエース君がなんとやらかしまして、こんな感じになってます。うちのエースは小さい頃から飼ってるんですが、壁紙とかもほとんどやらないいい子だったんですけど、ここ最近ケイ、コウと一緒に遊ぶようになったら、ガリガリと障子を破いたら楽しくなったのか、1、2、3、4、5、6は次男坊の多分コウ君だと思いますけど、とにかくもうエースは破るのが楽しくなって、もうこれ以上広げるわけにはいかないので、今日は障子を交換していきたいと思います。それでは今から始めますので、お願いします。外さんの無理よ。これ外さんのダメ。この部分外さないとダメでした。はい、それではここの部分とこの部分、これで全部いこうかな。これだけカットして貼り替えます。よし、もう手伝ってくれる。1枚目とりあえず破れてるところだけ剥がして、今きれいに取ってもらってます。取ってもらってます。もう1枚の方の障子を破いていきます。気持ちいい。あとママお願いします。この残ってるところを濡らして拭き取ると綺麗に取れます。お、すごい綺麗に取れるね、本当に。急に剥がれていっとるんやね。うん、すごい。はい、まず濡らし方ですね。濡らすときは霧吹きでかけるんですけど、そのままかけると畳とか濡れちゃうので、霧吹きを障子の3にくっつけてやるとその部分だけが濡れるのでいいと思います。はい、ということで障子の破れてる部分を全部剥がしました。で、今から障子を貼っていきたいと思います。それでは、でこの買ってきた糊で障子の部分につけていきたいと思います。出てる？
出てない詰まっとるかもしれない。だいたい、ほんで、あとハケで伸ばす。はい、とりあえず、糊を塗ったので、ハケで、ちょっと伸ばします。このままつけると、障子がベタベタになって、破れてしまうので、このハケで、ちょっとずつ伸ばしていきます。犯人が入ってきた。ちょっと待って、エース、ダメやぞ。入ってきた。エース。あんたちょっと待てや。どっち取ればいいの？え？いや。もうやらんといてね。家族来ますね。うん、大体ね。腰が痛い。よし。で、この後に霧吹きでこの障子に水をかけます。そうすると後でパリッと張るので、全体に振りかけるといいです。結構多くても大丈夫です。後で乾いてパリッてなるの でこのまましばらく置いておきます。張り替えました。先ほどこっちは水をかけて置いたやつです。でこちらは今張り替えて水をかけたところです。水をかけてしばらく置いたらピンと張ってますね。こちらもあと時間少し経てばこんな感じで貼ると思うので、皆さんもやってみてください。結構時間かかりました。年末かな、全部交換したいと思います。はい、以上で今回の動画は障子を貼り替えるでした。
また、グッドボタンとよろしくお願いいたします。それでは。エース君、ちょっとどいてください。エース君、障子が久々見たね。よかったよかった。うん。